タッフ座談会。宮崎。インフェニックスじゃないですか。スタッフ座談会。はい、2回目いきましょう。スタッフ座談会。フェニックス。リン。なんで？嘘でしょ。嘘でしょ。本当に。スタッフ座談会。インフェニックス。はい、すみません、フェニックスリーグ中のお忙しいところ、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに、それぞれ自己紹介をしていただきたいので、役職とお名前を一人ずつ。ブルペン捕手兼サブマネージャー兼用具補佐を今やらせていただいてます。小山田です。よろしくお願いします。ブルペンキャッチャーやらせていただいてます。江花です。よろしくお願いします。バッティングピッチャー兼スコアラーの鮫島です。よろしくお願いします。今年から2軍マネージャーをやってます中澤です。よろしくお願いします。育成担当をさせていただいてます竹内です。よろしくお願いします。ブルペンキャッチャーと、育成部門の補佐をやらせていただいてます大村です。よろしくお願いします。普段ブルペンキャッチャーだったらどんな仕事をされてるんですかっていうところと、なんか1日のタイムスケジュールというか、朝何時に来て。どんなことしてますみたいなのをちょっとそれも一人ずつ聞いていければと思うので、シーズン中は、まあ、朝は来て、まあ、練習出て一応ブルペン捕手が基本の動きになるので、まあ、ピッチャーとキャッチボールして、まあ、ブルペン入ってで、まあ、その練習が終わってからは、一応用具補佐の方でランドリーの方、戸田寮で回収して、ロッカーみんなに配ってでその後に今度サブマネージャー業として、まあ、5回から、ベンチの方でスコアブックを一緒に中澤マネージャーと書いたり、しています。でその後はまた徳田とか手伝いとかいろいろはい、やっております。僕はブルペンキャッチャーのみなので、小山田隆夫みたいに忙しくはないので、午前中ピッチャーの相手してピッチング練習ある場合取りって試合前先発ピッチャーの球を取って試合後の練習にお手伝いとしてグラウンドにいるというひたすらボールを取って投げての1日です。僕は午前中、バッティングピッチャーなので選手の練習の手伝いをしています。午後は、スコアラーなので、選手の、試合のデータを取っております。以上です。はい、まず朝コーチミーティングがあるのでその司会進行をしてその後球場に、監督コーチを車で球場に送ります。スタメン表を書いて、戸田寮と、球場ちょっと離れてるのでスタッフが弁当竹内さんみたいなスタッフが弁当食べる時はその弁当を球場に寮に1回戻ってまた弁当を球場に持っていくってことをして試合始まればスコアブックを4回まで書いて試合後は、またコーチミーティングがあるのでそこで司会をして。最後監督コーチをまた寮の方に送り届けるという一日です。まあ中澤マネージャーと同じで朝ミーティング出て、まあその他はもう基本的にチームの監督コーチスタッフとまあコミュニケーションを取りながら、お昼中澤マネージャーが持ってきてくれたお弁当食べて、試合後まで、試合を見て基本的には、いろんな、選手監督コーチといろいろ話をしながらコミュニケーションを取りながら、日々頑張ってます。以上です。ブルペンキャッチャーなので基本的な流れは前に話していただいたお二方と同じ流れなんですけど、試合中に若手を何人かピックアップして育成練習というものをやっているので、それの手伝いとかもやってます。以上です。コロナ禍でスタッフ歴が一番スワローズで長いっていうのは鮫島さんですか？いや、うちの会長です。会長。23年目が終わります。3年後。そんな江花さんにとってその23年間でこう裏方一番記憶に残ってるエピソードとかあれば。人生で初めてぎっくり腰になったのが公式戦の試合中っていうことですね。もう全然忘れられなくて、あの時の衝撃というか、それでも試合終わるまで取り続けたんですけど、当時メジャーリーグ行く前の五十嵐亮太投手が投げた高いボールを人生でこれでもかってぐらいジャンプしたら腰が抜けました。でもまあ試合中だったので気が張ってる分試合終わりまでは乗り切ることできたんですけど、クラブハウス帰ったらユニフォームが脱げないっていう、まあ、次の日もブルペンにいました。裏方18年目ですかね、はい、選手を合わせると31年になります、はい、僕の一番、思い出深いことは、選手僕13年やらせていただいたんですけど、12年目にもうほとんど試合も出てなく、もう終わりだなと思って初めて両親を試合に呼んで見てもらったんですけど、で1打席だけ立って、打てなくて終わって、終わったなっていうと思ったんですよ。その時ああ終わったと思って、で試合終わって親とご飯食べて、でもう来年からどうしようかなっていう話をしてたら、次の年もやってました。っていうことです。すみません、よろしくお願いします。なぜか残留しました。小山さんはスタッフ何年ぐらいでしょう。13年目が終わります。で、トータル僕15年目が終わります。いや本当になんかいろいろいっぱいあるんですけど、まあ今の鮫島さんみたいな感じで言うと、4年ぐらい前の松山キャンプで、まあピッチングがこう終わってで、まあ、整備とかする時間がブルペンキャッチャーの中であるんですけど、整備が終わった後に「はいじゃあちょっと休憩」っていう時間が毎日あるわけ、じゃあ休憩って言った時に今上で星野 BC と大塚 BC と僕と江花さんですよね、4人で。ここに出てんじゃん今星野と。ああ出てるね。で星野が背骨鳴らしてあげますよっていうのをみんなの鳴らすと気持ちいいみたいな感じですね。寝てくださいとか言って星野が「いいのか?」とか「いいっすよやりますよ」とか言ってなんかグンってやったらなんかバキバキバキとか言ってみんなうつ伏せに寝てその上に星野さんに乗って屈伸してバキバキってもう鳴らしてくれるの。俺もそうだし大塚もそうだしで最後江花さん「江花さんやってあげるから」って「俺いいよ」とか言って最初「すげえいいよ」とか言って。いやいいからって僕も「江花さんほら」とか言って「ああ」とか言ってみんな強制的にそうみんなバキ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 っていうのに江花さんの時だけ「じゃあ行くよ江花さん」っつって星野がグンって座った瞬間「飯飯」って音が違ったの本当に「飯飯」みたいなでもう動かなくなっちゃって「うわっ!」とかで星野が。もういいから大げさだからとかって言って呼吸できなかった。呼吸できなくて骨とかじゃなくて呼吸ができなくて動けない。もう多分一瞬ね落ちてると思う気失ってたと思うよあれ。あれでそれでひび入ってるから。本当に骨折多分してたコルセットぐん巻いてねその次の日もコルセット巻いて玉取ってっていうのは結構ねえ15年間でそれあれ楽しかったあれが俺のミシメシあれそうミシメシってあれ楽しかった。もっとあっただろ。大村さんは去年まで選手で今年からスタッフっていうところですけど、1年間の中でどんな印象に残ったのかエピソードとか。スタッフになって最初のドラフトで入ってきた選手が丸山和也が最後優勝決定のサヨナラタイムリー打ったのはなんかこうテレビに出てすごい感動はしましたね。すいませんなんか笑い話の後すごいなんか真面目で最近で言うとサメさんの靴の中にムカデが入ってる噛まれたの噛まれた刺されたの刺された当たり傷いい刺したのまあどっちでもいいですけど噛まれたっていう。サメさん大村何年目ですか。お前何年目だ。1年目です。っていうやり取りが。普段いろんなお仕事をされている中でどのようなことを意識して、例えばこういうこだわりがあるとかこれ譲れないとか、どんなことを意識して普段、仕事をされてますかっていうところをまたそれぞれ。とりあえず毎日できるだけ選手を気持ちよく楽しくサポートできるように、そこだけはちょっと心がけてますかね。はい。いやでも真面目な話をすれば僕ら裏方としてやっぱりチームをサポートするのがまず第一だとして。それに加えてブルペンキャッチャーとして、ブルペンで球を受ける時はやっぱり気持ちよく、投げてもらいたいし、その中で、アドバイスなり今のボールは良かったよ悪かったよとかっていうのも、僕でしか表現できない言葉とかっていうのがあると思うので、そういうこだわりというか、まあ、ありますよね。でキャッチングにしてもやっぱりここにいる2人に負けないようなキャッチングしたいなとも思いますし、また小山田さんに受けてもらいたいなって思われるようなブルペンキャッチャーにもなりたいなと思いますし、でまあ擁護者としてはもう本当に円滑よくチームが回ってくれたらいいかなと思いますし、まあサブマネージャーとしてはまだ全然なんですけど、中澤さんに少しでも楽できさせてあげれればなと思っております。この頃です。ありがとうございます。高尾さんだけちょっと長いですね。長い。はい、やっぱ喋りたいんだよね。僕が一番気をつけてるのは、正直僕自身の健康状態というか、まず一番の根底は自分の体の状態を大事にして仕事に行くっていうことを意識してます毎日。基本現場のスタッフってやっぱり体が強いっていうか、23年間休みなしです。ですよね。はい。仕事休んだことないです。すごいですよね。でも怪我したことはあります。怪我した、じゃあ肋骨3回折ってます。じゃあそれでも休んでない。取り続けたよ。まあブルペンとかで取ってて、まあなんか気づいたことはできるだけ伝えて選手に上手くなってほしいんで、できるだけ伝えるようにとは思ってます。選手終わって今年でスタッフになって2年目それで今マネージャーさせてもらってるんですけど、なんですかね、言っちゃっていいですかね、弁当持ってきます。それでいつもパンがあって、それも本部席とコーチ室に持ってきます。それでまあスタッフかコーチかはちょっと言えないですけど、まあ、試合中に好きなパンを取って試合後に食べるっていうスタイルが結構みんなあって、それである人がパンをキープしました、うん、そしたら試合中に他の人がちょっと食べちゃって、あれないぞと、そしたら誰食べたかちょっと調べてこいと。でも最近僕太ったんで、中澤が食べたんじゃないかと怪しまれてるのもあるんじゃないかと思いながら、でもそれ周りに聞いたら食べた人2人いてまあ結局その人には食べた人をちょっと言わなかったんですけど、もう裏でそういうことがちょっとあって、ちょっとドキドキしながら、でも陰でちょっと笑っちゃいながらちょっと楽しい一日だったっていう。まずキープしてた人がしてた人はだよね。それ食べた人が1人目こっち、あともう一人がいや、そこ全部言うじゃん。トレーナー竹内さんと後で話した時にそれ竹内さんを聞いたら横でクス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 笑ってそのコーチがちょっと怒ってる顔を見てずっとニヤニヤしてたっていう。2個キープしてたんで2個とも食べられて。いや違うんですよ。そのパンは2人で分けたんですけど1個でいや3食パンですもう1人いるんじゃない？あ、もう1人いた。もう1人あ、いました。3食ごとに分けたんじゃない？こういうなんていうんですかね、何型っていうんだろう、こういうチョコとクリームと、はい、そうチョコとクリームとあんで、これがここはパン好きだから3食揃ったね。それでその人に誰が食べたかちょっと調べてよって言われた時に横にいて自分のキープしてるパンを「俺の食べる」ってなんか優しいなと思ったらやっぱ食べてる。食べたことは言わない。言わないです。俺の食べる。記憶に残ってるってなると、まあ担当してるっていう、まあ若い選手が初めて一軍の試合に出た時の緊張感っていうのはちょっと下手したら自分がやってたより緊張するんじゃないか、まあドキドキ感、頼むから何事もなく終わってくれっていう、そこの感覚はなんかなんて言っていいか分かんない感覚ですね。赤羽が出たり、なんか最初がスタメンで出るとかそこまでないんですけど、はい、途中出場、まあ今年だったら木澤公式戦投げるってなった時のなんかそこの感情って、まあなんていうなんなんですかね、なんか変な汗かきながら緊張して見て喜んで。そんな毎日です。頼むから無事に終わってくれっていう、はい、ところですよね。親心だよね、うん、総括ありがとうございます選手の時にマネージャーにすごいお願い事してて、すごい迷惑かけたなと思って、なので今はその立場になって改めて感じることがあるので、まあ今は、周りから言われたことはなるべく受けるように してるんで、まあ、大変な部分少しありますけど、そこは頑張ってやりきりたいなと思ってます。意外と厳しいんですよ。パンの注文数増やした方がいいんじゃない？そうですね4食とか意外と厳しいだけです。いや、ちょっとまあ選手にビシャッと言うんで、そこら辺は中澤みたいな選手が増えないようにやって意識してるのかなそういうわけではないんですか？いや、ちょっと言わなきゃいけないところはしっかり言わないと、そうですね、竹内さんが言わなきゃいけなくなるので、代わりに言ってます。はい、挨拶と表情ですかね。まあまあすごい当たり前のことなんですけど、もうさっきも言ったその教育ってなると、できる限りもう自分から先に挨拶しようと思って、まあ若い選手、まあ監督コーチ含めて、まあそこは、まずある程度しっかりした声で挨拶する。あとは表情も悟られないって言ったらおかしいですけど、疲れてるとかっていうのはやっぱり選手に見られてしまうと、成長のスピードの速さにすごく驚いた。今年は1年だったのかな。今こうやってフェニックス来て確実に成長している選手がいるので、まあ、そういう選手たちは来年以降に皆さん、ファンの皆さんにも期待していただいて、まあ、この間話を聞いたんですけど、うん、長岡内山壮真のグッズの売り上げがすごい。ああ、そうなんですよ。そこはなんか嫉妬じゃないですけどなんかもうだから、いや事務所行った時にまあ本当にすごいっていう話を聞いたので、去年1年間一緒にいた身としては嫉妬、まあ不思議な感じですね。やっぱり試合に出ることでここまでいろんな方が応援してくれるかっていうのはなんでですか？それやっぱなんか自分の手を離れてしまったから寂しいみたいなところもある。寂しいのはあります。なんかちょっと違うところに行っちゃったなっていう。うん。お父さんだね、もうお父さんにその感は確かに家出ちゃったみたいな、はい、で違うところでなんかね活躍してるみたいな、まあでも順調にこうやって、まあ、このまま頑張ってもらえればいいかなっていう。ちょっとその、まあ、2人にかける図なんですけど、もうちょっと深掘り竹内さんにしたいんですけど、その去年1年間ほとんどファームにいる時間が長いかったと思うんですけど、なんかどんなことを意識して若手の指導であったり接していたのかなっていうところ、なんかありますか？なんですかね、いろんなタイプの選手がいて、負けず嫌いがすごい選手だったり、メンタルがものすごく強い選手、そんなに強くない選手とかっていて、そこを分かって自分が使い分けれるかって、まあ、多分そこまで自分もできないので、まあ、そういう選手がどの選手もやっぱ試合に出た時に、まあね、ファームであっても思い切ったプレーができる状態を作ってあげれればいいのかな。あともう結果、技術の向上っていうのはもう担当のコーチがいて、そのコーチがやってくれてるところなので、まあ普段、そういうメンタル面的なところをなんとか支えてあげたいっていうのと、まあ、今回こうやって内山、相馬、長岡、木澤とかが、まあ今年ずっと一軍っていう形になりましたけど、さっき言った挨拶であったり、そういう教育っていうところもこう含めてやっていかないといけないかなっていうのはすごい意識してやってるつもりではいるんですけど、まだ物足りないく感じてるところでもあります。日本シリーズの相馬のホームランとかやばい、普通に鳥肌は立ちますよね。もともともちろんすごいいい選手なんで、まああいう場面に出るんですけど、まさかあそこで打つとはっていう思いと嬉しさと、はい、もう何も心配なく頑張ってもらえればいいのかなと。鮫島さん、大丈夫ですか？おはようございます。寝てました。ちょっとね。はい、だいぶスイッチが。まあ、鮫さん、まあ、今具体的な2人の名前出ましたけど、はい、まあ、長岡であったり、内山相馬であったり。多分去年、バッティングピッチャーで多く投げた選手だと思うんですけど、はい、そういう2人とか、まあ、含めてこう連覇したチームに対して、どう感じますか？僕はほとんど一軍で試合出ることが。まあ13年やらせていただいたんですけど、まあ、1軍でほとんど出てないの であの舞台であの若さで、1軍で活躍している姿を見るとほんまにすごいなしかないっすね。本当にあの若さであの緊張感のあるところでプレーしている姿を見るとすごいなっていう、いつもこのテレビ見た時にもうすごいなしか出てこないです。僕が弁当を取りに行くタイミングで1軍の選手が寮に住んでる1軍の選手がちょうど神宮に向かうんですけど、その時にやっぱり1軍にずっといるとまず服もおしゃれになり始めて例えば持ち物とかもちょっといいのを持ち始めたりとか、これが1軍選手になっていく階段なのかなと思いながら。見ることも結構あるんですけど、その中で、まあ、夜になればそうやって試合に出て、まあ、お客さんのいる前で活躍する姿を見ると、まあ、僕は現役中そういう緊張するのが結構苦手だったんですけど、そういう選手たちはやっぱり堂々とプレーしてるんですごいなと思いながら、もっと羽ばたいてほしいなと思いながらいつも見てます。今年特に球取った選手が市川選手とか、市川結構一番多く取ったんで、まあ、なんとか彼には今年も一軍で投げてね、はい、いい経験したと思いますし、それを来年にねつなげれるように、まあ、思い入れはちょっと、はい、ありますね。結構、はい、携わったので頑張ってほしいなと思います。僕は本当は木澤投手と言いたかったんですが、まあ、春先のチーム内のコロナとかの影響で一軍に行くことになって、まあ、オープン戦とかでも頑張ってて、まあ、でもまだこう一軍の行けるかどうかっていう瀬戸際のところで、まあ、チーム内のコロナとかもあり一軍に行ったら成績残してずっと一軍にいていい場面で投げ続けるぐらいになって。ったので、まあ期待以上というか、すごいいい働き、チームとして欠かせない存在にこの1年間でなったなと思って、で最初は木澤って言おうと思ったんですけど、今後まあ僕が個人的に期待して伸びしろがすごいあるなと思ってるのは、竹山投手はちょっと、まあ、まだまだ粗削りなんですが、伸びしろだけはものすごいあるんじゃないかなと思って、来年再来年には大化けしてほしいなと思って、まあ、それのお手伝いが少しでもできればと、まあ、他にもいっぱいいるんですけど、はい、まあ、若い選手の中ではちょっと期待しています。竹野さん、まあ今回フェニックスに来ている選手みんな来年は期待してるんですけど、特にまあ、2人いるんですけど、育成の岩田君と松井翔を来年、なんとか支配下になって、活躍してほしいなと思いながら、はい、見てます。なんか理由とかあったりします？やっぱり2人とも本当にいい選手で、本当バッティング、まあ岩田はまあちょっとこの守備もよく足もあって、でまあ広角に打てるバッターで、松翔はまあ長打が打てるでキャッチャーもやれる、ちょっとそれはちょっとまあ翔は特にうちにあんまりいないこの長打を打てるキャッチャーなんで、ちょっと期待して来年はちょっとまた見ていきたいなと、はい、思います。そうですね、僕は、下に、頑張ってもらいたいなと思ってます。彼まだ育成ですけど、今年は、まあ、先発で安定した働き、ファームでは、先発で安定した働きをして、まあ、球もちょっと癖球っていうのもあって、まあ、バッターが打ちにくい球なんじゃないかなと思って、それをどんどん特徴を生かしていけば、まあ先発としてでも一軍で通用するようになるんじゃないかなと思って見てるので、来年はぜひ試合を勝ち取って一軍で投げる姿を見たいなと思います。はい、難しいですね。ちょっと、はい、いろいろ正直、そうですね、もう本当に全員順番に活躍してもらいたいです。ただその中で上げるってなると、ピッチャーでいうと柴田、まあここ柴田、まあ社会人から入ってきて1年間すごい気持ちを前面に出して頑張って、そういう選手がまあ頑張った分来年以降活躍してもらえると、まあこっちにいる選手の励みにもなると思いますし、なんとか一軍の戦力になってもらいたいなっていうところで、やっぱ野手になると、竹岡ってなるとやっぱり長岡と一緒に入って、今年1年すごい悔しい思いの中、ずっと一生懸命プレーしている選手なので、年齢的にももっともっと一軍で、まあ試合に出るところを見たいなっていうのが、自分の思いですからね。まあその2人が来年頑張ってくれると思います。そうですね、こっちにいるメンバーだったら僕も中澤さんと一緒に下なんですけど、山下は、まあ、怪我でちょっと出遅れてやっと1軍で投げたのはシーズン終盤ですけど、シーズン通して投げたら本当2桁勝つぐらいの実力はあると思うんで、本当にちょっとシーズン通した活躍を期待したいなっていう一人ではありますね。村上選手が入ってきた時に、まあ、どうだったのかっていうところのなんかエピソード的なところも含めて、まあ、すごかったよねっていうのがまずあると思うんですけど、あれば僕はあんまコントロール悪いですけど、はい、よく投げたよ徳田、僕の球でもパカパカ打つから、その安定してないかもしれない、小山さんの球、あれがもしかしたら今効いてるのかもね。あ、ごめん、マウスでしたこれはこれでもサイトでもライトのネットを越えるのをボンボン打ってた、すごかったよ。まあ体も大きいし、本当打球もすごい飛ばすでその前に、見た1年目ですごいなと思ったのは岩村だったんですよ。岩村も入っていく、すっごい飛ばすな、ちっちゃいのに。それはるかに村上はすごかったですね。もう体も大きいし飛ばすし、それで性格もああいう負けず嫌いで、物事はっきり1年目から物おじしないのを見た時に、この18歳はすごいなと。すごいよね、18で18かよ、脱いだらすごいんじゃねえかっていう。どういうこと、ちょっとね、誰か入ってんじゃないですか。あれぐらいの選手は一生出会えるかどうかわからないぐらいの選手だと思うんで。確かに。塩見もすごかったから。塩見もすごかった。あれ塩見と一緒やったっけ、あの時。一緒一緒。いや、あの時2人すごかったんだよな。すごかった、パカパカ打ってたよ。村上が入ってきた1年目、いやこれ事件じゃないですよ。入ってきた時まだ現役かぶってて、それでファームで投げる機会があって、それで村上が高校の時までキャッチャーで、プロ入ってきてからサードで、やっぱ不慣れなんで、まあ、サードゴロ行った時にちょっとエラーしちゃって、それで昔は「あ、胸気にすんなよ、声出しておけばいいよ」みたいな感じで言ってて、ちょっと言っちゃってたんですけど、まあ、今となってはもうサードでも普通にプレーして、いいプレーもどんどんしてるし、もうバッティングだけじゃなくて守備もすごい上手くなって、もう本当にすごい男になったなと思って、もっとすごくなってほしいなと思って、来年以降もっと期待したいです。はい。たまにその神宮行っていろいろこう話したりするんですけど、常に村上には会うたびに若い選手をしっかり教育してくれっていうのはもう村上に託して、もう一軍でまあそんなに自分が行くこともないし、やっぱり相手村上みたいな選手が若い子に言うとすごい響くだろうと思い、一軍の野手の若手の教育はもう全て村上にお願いします。だからそこの教育ができてなければ村上のせいなんで、そこに注目して見ていただければ。一軍育成担当みたいな、はい、奥村と僕と宗で一緒にご飯行ったことあるんですけど、1軒目焼肉行って、もう僕と奥村がすごいお腹いっぱい食って、もういいやってなってる中、あいつお腹空いたって言って、その後寿司を自分で買いに行って食って、でその後じゃあカラオケ行こうって言ってカラオケ3人行ったんですけど、カラオケ中もお腹空いたって言って、そこからプラスでラーメン食ってうどんとか食ってたから、あいつ一生食ってて、やっぱあの体は食うからできるんだなっていうのはすごい思いましたね。本当に食います、底なしにっていうエピソードです。ありがとうございます。なんかちょっと皆さん反応ないですけど。でもちなみに村上選手は普通に野球やって生活したら体が大きくなるみたいです。本人が、なんでそんな体大きくなるの？いや普通にやったら勝手に大きくなります。普通はこう毎日プロ野球選手シーズン中試合練習ってハードなんで、普通は痩せていくってことですよね。そうです。もう今もうまさにその長岡とかって。体重を落とさないためにずっと食べてご飯食べるのが嫌だっていう選手がいる中で、あの子は勝手に体が大きくなりますっていう。中田さんなんか、いや智弁の竹内と一緒なんだなと思って。ちょっと智弁時代の写真入れておきましょうか。あ、お願いします。そこモザイクいるから。失敗というか、昔ファームで神宮で成田の試合があった時に、はい、今愛媛マンダリンパイレーツにいる平井亮が、投球練習次投げるって言って取ってたんですけど、はい、その時スライダーがものすごい手前でワンバウンドして、で神宮 やって分かると後ろそらしたら試合止まっちゃうんですよ。ネットがないんですよね、はい、あれでワンバウンドをこう思いっきり止めに行こうとしたら、そのワンバウンドが小指に当たってグローブの上から。あ、左手のってことですね、はい、そしたらパキッて言ってグラブ外したら小指がこっからこっち向いてたんですよ。すいません。緊急事態。これ失敗。緊急事態です。何もしてないのに足の裏がつるっていう。一日座ってるだけでスタッフあるある足がつるあ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 ります？よかったよ。でまあ折れててでグラブ外したらそのもう曲がっちゃってたからその時一緒にファームでやった新田元気っていうのが多分今ここ出ると思うんですけど新田元気って同じヤクルトで BC やってたんですけど源さんっていう源さんちょっと本当多分これ折れてるから変わってくれっつってそしたらその源さんが「おで変わってあげるよ」ってちょっと滑舌悪いんですよ元気の。おで変わるからおでって言って「ありがとう」っていう全然失敗っていうか新田元気の滑舌の話オチそれでそう何の話ですか。俺平井で思い出したけど鮫島さんと一緒にブルペンやってた時に鮫島さん結構緊張しいでピッチングコーチの目が気になるっていつも言ってて、まあ、その当時のピッチングコーチが、まあ、要はサングラスしてどこ見てるかわからないでいつも俺のこと見てるわって言うけどフォローするために「鮫さん大丈夫見てないから」って。サメさんのこと見てないからって言って「いやサングラスの奥ではずっと俺のこと見てるねもう緊張して」っつってでその時投げてたのが平井投手だったね。でいやある時ですよ、うん、で平井が変化球投げて、はい、バンって取ったサメさんがでそのコーチに「今の球なんだ?」っつったら「スライの平井だーです」って言った平井のスライダーですって言おうと思ったらもうコーチに緊張しすぎてスライの平井ダーですって言ったあれそんな言った平井は本当暴れてたからね。10の時とかは、まあ、暗いのに「さんスライダーいきます」と思いっきりまっすぐ投げてくるから「ウェー!」ってなるの。それで言ったら今うちの山本哲コーチが、はい、試合行く直前のラスト1球って、はい、こう取ってて、はいスライダーいきます」哲、はい、今テロップで顔出てると思うんですけど山本哲也コーチ、はい、スライダー行きますって言ってああやってたらまっすぐドーンって投げてきて、うん、どういうことなんですか。あだからスライダーじゃなくてまっすぐが来た自分で球種言ってもこうそう入ってから言ったことを忘れてるというかだからもう信用しない。練習の時のブルペンはほぼ言った通り投げてくるけど試合前今から行くよっていう時は多分気持ち入りすぎて言ったの忘れてる可能性がある。今回のフェニックス来る前に、羽田で、まあ、マネージャーなんで団体券を、もらってそれで選手に配らなきゃいけないんですけど選手の分配って自分のチケットと団券の、責任者が持たなきゃいけないっていうチケットをどっかになくしてどこ探してもなくてそれでチケットをやってもらった人にもう一回お願いして最終的には乗れたんですけど最後まで付き添いの人が搭乗口まで見送ってくれて。なんとかプラスなんか聞いた話によるとなんか席が取れてなくて、はい、監督コーチもみんな、 なんか真ん中座ってた普通なんかこう横並びにこうヤクルトがこうバーって並ぶのが監督コーチもなんか両方挟まれて座ってたとかって噂は聞いたんだけど、はい、池山監督もこうだったと失敗だな失敗だらけやからな人生急に深いですね。ちょっと出てこないですね。そんな失敗。サメさんは今年特に忘れ物が多いです。何かと。まあそれはまあいろんないつものことや。失敗ではない。いや失敗ですよ。取りに行ってるよ。だから失敗してるから取りに行って。さっきもジャージ忘れて取りに行ったよ俺。会長靴持ってみたのに。今年多かったです。うん。なんか球場間違えて行ったとかな。あったら面白いんだけどね。宮本さんありました。平塚と横須賀で間違えていくとかあれば面白いんだけど。遅刻する悪いって言って海沿い走ってなんかムービー撮ってから。だいぶ落ち着いて遅刻してるから。まあ年も年なので元気で一年頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。はい。じゃあ来年の。はい。話すです。ファームにいる監督、コーチ、選手、スタッフ全ての人ともっと今年よりもコミュニケーションをとって、お互いいろいろ言い合える関係を作っていって、みんなが、思い切ったというか、やりやすい環境をこちらが作っていきたいなと思います。できました。はい、お願いします。ちやってるな。カメラに向かって。はい。髪型。え？はい、大丈夫です。はい、お願いします。これすみません。ジェルつけたりこんなんしながら約5年経ったんですけど、来年あたりちょっと髪型をもう変えたいな。今年もずっとそうやって思ってたんですけど、なかなか変えれず、来年こそは思い切って髪型を変えたい。どうですか？噂によるとメンテナンスに結構2週間に1回、もうそれがちょっとあれなんで。サムさんあるみたいです。じゃあ僕も来年から髪型もうちょっと伸ばしていきたいと思います。はい、ロン毛で頑張ります。一歩一会で、まあ毎年入れ替わりがあるプロ野球で。今年は現役ドラフトというシステムも多分動き出して、まあ、新入団選手、退団する選手、現役ドラフトで変わる選手などいろいろで、いろんなピッチャーと会うと思うんですが、僕の年齢も年齢で何歳までこうブルペンキャッチャーをやれるかわからないので、まあ、取れる年数はだんだん短くなっていってると思うので、一球一球、一人一人の一球一球を大事に、今まで以上に大事に取っていきたいなという思いです。感謝。いろいろな意味で、僕今年40になるんですけど、そういった意味で母親に、産んでくれてありがとうという気持ちと、この年まで、こういういろいろなねヤクルトスワローズのチームメイト、スタッフ、監督、コーチ、フロントの方々、たくさんの出会いに感謝、すべてにおいて感謝の気持ちを持って来年も頑張りたいと思います。ありがとうございます。選手たちがやりやすいように縁の下の力持ちという精神で支えていきたいと思います。いや、素晴らしいですよ。素晴らしいですよね。はい。2022年。今年も、東京ヤクルトスワローズを熱い応援ありがとうございます。また来年、東京ヤクルトスワローズと一緒にまた熱い応援をしていただいて戦っていきましょう。よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。今年もたくさんのファンの方に、ファームの戸田の方にも応援しに来ていただいたんですが、そういったところでやっぱり若い選手すごい刺激になると思います。また来年もできる限り戸田の方にも足を運んでいただいて、ご声援いただければと思います。来年もよろしくお願いします。1年間ありがとうございました。コロナの制限から少しずつ、制限がなくなってきて、球場にも足を運んでいただける、機会が増えると思いますので、ファームは池山監督が、指揮を執ってやっています。皆さんも、戸田に、来ていただいて、若い選手、監督、コーチ、スタッフも応援していただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。1年間、ありがとうございました。ファームには若い選手がたくさんいます。そしてイケメンな選手もたくさんいます。若い時から、推しメンを見つけて、成長を見て、神宮で活躍する姿を、見て、応援してあげてください。よろしくお願いします。最高。1年間声援ありがとうございました。2年連続リーグ優勝、来年3連覇をかけて。今若い選手たちがフェニックスリーグで鍛錬して来年3連覇に貢献する選手がぜひともいると思うので、戸田にその姿を見に来てください。お待ちしてます。1年間5000円ありがとうございました。若い選手がここで頑張っているので、本当に球場に足を運んでいただいて、ご声援いただければと思います。そしてそのついでに、我々スタッフの方にも一言頑張れとかあればすごい励みになるので、ぜひ応援もほどほどにじゃないですね。すみません、間違えました。応援ついでに、私たちのことも、目をかけていただけたらと思います。来年もよろしくお願いします。まばらまばら。サメさん。いや、遅いです。遅いな。ほどほどはおかしい。言葉出てこなかったです。初めて。もうそこはアドリブで。あ、そうですね。スタッフ座談会っていうので。持ってんだろ。早くて。普通に終わりましょう。終われるもんなら終わる。じゃあ俺やるよ。じゃあ俺やるよ。どうぞ。お前がやれよ。スタッフ座談会。これにて終了。来年もよろしくお願いします。僕の立場であるアスレチックトレーナーっていうのは、怪我のリハビリ、怪我からの復帰のリハビリに関してのところと体のケア、トリートメントの部分がメインになってきます。で、リハビリ担当のトレーナーに関しては、怪我してそこから、病院からの連携をうまくしながら現場復帰というか競技復帰に向けてのところをサポートしていく仕事をしていまして。でトレーニング担当を見ている選手に関しては、若手選手の育成とか選手の強化っていうところをメインに仕事しています。体制自体は、同じ形になるんですけど、人数の割合がちょっと変わってきたりとか、役割における比重は変わってくると思います。例えば1軍だったらもうレギュラークラスの選手が毎日試合に出続けなきゃいけないので、そこのこう疲労回復のところに重きを置かなきゃいけないとか、逆に2軍だったら若手の選手が多いので、どちらかというとトレーニングに対してどういうふうに向かっていくかで、どれぐらいのことを手伝ってあげたらこの選手たちはこう成長していくんじゃないかなっていうところを手伝うというか、ちょっと教育的な意味合いも含めて担当するのが2軍のアスレチックトレーナーの役割だと思ってます。フェニックスリーグに関してはまだ1軍は日本シリーズ戦ってるっていうのもあって、その1軍の待機戦力に関してはいつ日本シリーズに呼ばれてもいいように、そこのコンディションの維持っていうところがメインになって、で若手に関しては来年度の、飛躍に向けて、コーチと連携しながら、トレーニング担当者とも連携しながらやっています。例えばちょっと今よりも戻って春のキャンプのところで行くと、このサイトのキャンプに、内川、坂口っていうベテランの選手が2人いて、でコロナ明けで高橋奎二で村上っていうのが4名1軍でバリバリやってた選手が来たことによって、若手たちがその練習の姿とかその雰囲気作りっていうのにしっかり乗っかっていって相乗効果を生んだっていうのがあるんですね。それが1軍でも普通に青木選手がいて、それ以外の若手選手がいて、その姿を見ていくことによってすごい多くのことを学んでいるような感じはしています。トレーニングとしてというよりも、選手自体の成長をつなげながらっていうのがすごい非常に大事かなというふうには思っていて、コーチとの協力の中でこの選手は今これに取り組んでてこういうふうに変化してきて、じゃあそれを次のところにっていうのがコーチ間での連携とかトレーナーも含めてのところがうまくいっていると思っています。本当雰囲気がいいという、そこに尽きるというか、コーチ陣もやりやすくやってるし、トレーナー陣もそこに意見しやすいというような状況はできていると思ってます。やっぱりキーマンは高津監督です。高津監督と池山監督もそうですけど、言いたいこと言ってくれっていつもおっしゃってくれるので、ストレートに結構伝える部分もあるので、その辺をこう寛容に受け止めてくれてるのはありがたいなと思ってます。選手はどうしても試合に出たいっていうのが一番になってくるので、実は痛みを抱えててもこれを言ってしまったら自分のチャンスはなくなってしまうって思ってるのがほとんどで、なかなかこう本音を言ってくれないとこもあるんですけども、そこを明らかにこちらからしっかり観察する目を持っていることによって、何かおかしいなと思った時にこっちから入っていって、別に正直に言ってくれていいからと、選手本人の気持ち、試合に出たいっていうのを組んだ上で、これぐらいのレベルだったらその痛みも悪化しないだろうから、ある程度じゃあコーチに相談しながら試合の出方を調整しようっていうことなどもあると思うんですね。今日に関して言えば、例えばある選手が昨日のゲームの走塁中にちょっと足を取られて股関節の前側が痛かったと。でも本人はそれを言ってしまったら試合出れなくなるから、ちょっと大丈夫です、その一言で済むんですけど、いやいや出たい気持ちは分かるから、制限はしない、プレーに対しての制限はしないけれども、ある程度コーチに言って、コーチと相談しながら、出場の量とか決めていこうよっていうような話をすると、選手もそこを理解してくれて納得した上でプレーできるような環境は作れていると思います。なんか全て言ってしまったらもうチャンスはなくなるっていうような風潮はなくなってきてる、消えてきてるところあるので、しかもそこ自体がコーチ陣が相談を受け入れてくれるっていうのが最近風土としてなんか定着しているので、トレーナーが言ったからもう使わない、もう悪くなるのを避けて使わないっていうことじゃなくて、じゃあその範囲でじゃあこっちで使うからっていうふうに選手起用の部分やってくれてるので、すごい助かってます。まずは筋肉量とかその辺から考えていくと、松本優選手、彼自身が、僕らの計算の中でいくと、彼自身が村上選手と同じぐらいの身長であれば、実はそれぐらいの筋量があるんじゃないかっていうぐらいの比率を持ってて、でバッティング自体もやはりファームの中ではかなりの飛距離を出せる選手なので、肉体的なところからいくと松本優選手が非常に高いレベルにあると思います。育成選手で岩田選手、彼は今支配下だと並木選手が足速いって言われてるんですけども、そこに匹敵するぐらいの実はスピードを持っているので、彼自身もまたこれから楽しみな選手ではあります。で外野の守備も守備範囲も広いですし、期待している選手です。ピッチャーで、注目する選手は、今年は社会人から入ってきて1年目だったんですけども、柴田っていうピッチャーがいて、彼は非常に普段から明るくて、マウンドに立ってもそうなんですかね、気迫を前面に出すというか、気持ちを表に出してくるピッチャーなので、コンディション整ってくればちょっと1軍で活躍するのも近いんじゃないかなっていうふうには思います。あと市川、彼自身は本当去年からファームでずっと見てますけれども、やるべきことをコツコツと積み重ねているところあるので、来年一軍の待機戦力のところに絡んでいくような活躍をしてくれると思ってます。ファンの皆さん、選手の応援いつもありがとうございます。我々トレーナーは裏方なのでなかなか表に出ることはないんですけれども、ファンの皆さんが選手を待ってる姿とか見ると、この選手たちをもっと活躍してもらって、ファンに喜んでもらいたいなといつも思って対応しています。我々トレーナーも朝早くから選手来る前に皆さんファンと同じように選手を待ち構えているので、同じ気持ちで、チームヤクルトスワローズをサポートしていきますので、僕らものことも陰ながら、ファンとしていてくれたらすごく嬉しいです。ファームの選手もファンの力でかなり練習に対しての取り組みが変わってきたりするので、どんどん、サイトにも戸田にも足を運んでいただけたら非常にありがたいです。よろしくお願いします。宮本健二です。今ファームコーディネーターっていう、肩書きなんですけども、球団とのパイプ役、全般的に2軍見て、2軍と帯同しながら、球団との架け橋じゃないですけども、はい、そういう立場です。37歳で、引退しました。で2年間をサンケイスポーツのアマチュア記者2年間やりまして、でその2年終わって、その後2年間が1軍の投手コーチで、その後がスカウト9年やりまして、でその後育成担当っていうことで、前任もいましたけれども、まあ初めてっていう形で育成担当っていうのをファームで、でそれを4年ぐらいやった後、ファームディレクターっていう、今のちょっと近い役職なんですけども、その後監督をやって、ファームディレクターやって、ファームコーディネーターっていう今の、はい、立場になる。はい、山田は、育成担当で、村上はファームディレクターの時の、選手です。はい、まあ3年までにはなんとかものにしたいなっていう、まあその選手の技量も、まあ、素材もそれぞれですけども、山田に関してはまあ3年あればなんとかっていう、うん、まあ彼が来た時はすさまじいこうなんていうんですか、素材だなっていうのはもう一目瞭然だったんで、日本を代表するショートというもう、ことで。育成していこうっていう形で、まあ、山田は見てましたけど、まあ、3年っていうのは、まあ、めどなんで、まあどれぐらいの試合数を重ねればいいかっていうのは、まあ、400打席以上っていうのがめどになってたんで、彼は460ぐらい1年目、怪我せずに全試合出たと思います。そこまでこうその実戦もないので。体力作りっていう形で、まあ、あとはスイングスピードを上げたりとかですね、まあ、基本的な、まあ、守備だったり走塁だったり、まあ基礎を、まあ、教えるっていうところなんで、山田の印象に残ってるのは、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、こいつはってすごいなっていうのが、三遊間に抜けるような当たりで自分がこう。もうヒットで書こうとしたのが「あえ取ってるな」と「取るんだ、あの当たりを取るんだ」まあ送球はセーフになったんですけども、あの当たりが取れるっていうのはなかなかいないんで、これはすごいなっていう、もうセンスがあるなっていうのが分かったっていうところと、フライのその結構難しいショートとセカンドファールだったり、そういうフライも簡単に取ってましたし、ランナーと交錯するボール、それもしっかり取ってた。でワンバンキャッチャーのワンバンスロー、これもハーフバウンドだけどもしっかりタッチできるっていう、なかなか高校1年目でキャンプ来てそんなことできるやつ一人もいなかったんで、バッティングにおいても、まあためができるっていうか、その割れができるっていうか、変化球でも泳がないっていう、そういうスイングがもともとできてたんで、もうこれはもう間違いなしに日本代表するショートだっていうふうになるだろうって、こっちはそういうふうに作らなきゃいけないなって、育てなきゃいけないなっていう。ふうなことを感じた選手ですね。はい、僕スカウト1年目でその石川を担当したんですけども、その時は、まあ、もう一人矢野っていうスカウトと2人でタッグを組んでやった取ろうとした選手で、まあその左で、まあ、身長も低くて、ただでも石川は全日本に入ってましたし、でまっすぐがその本当に強烈なまっすぐ投げてたんで、まあ、当時、まあ、スカウトをやってて、やっぱりストレートが。インパクトを与えるまっすぐかどうかっていうのが一番の決め手かなと当時から思ってたんで、そこまで速くはないですけども、石川の球はバッターが意識して打たないと捉えられないまっすぐだなっていうのが分かったんで、とって本当に良かったなっていうのが青木の場合は、最初から1軍で、キャンプに入って、でそこから今度2軍の方で首位打者取ったんですけれども、僕キャンプ見た時に。本当にアイシングで体がもうぐるぐる巻きして、なんかそのミイラみたいな、そんなあれだった見たんで、これはすごい練習をしてんだなって言って、ちょっとキャンプの時に思ったんですけど、大学の時はそうでもないなと。ただその素材っていうのはいい素材だと僕は思ってましたんで、なんとかうちに欲しい選手だなっていうのを、まあ当時もう亡くなられたんですけど、小田部長となんとか青木なりませんかねみたいな、そんな話で、青木はでも守備からでもいけるし、っていう話でなんとか隠して取ろうみたいな、そんな感じの選手。若手で面白いとなると、その竹山っていう今今年入った選手が一軍で勝負できるかなっていうふうには思ってるんですけども、まあまあ一番期待、僕は今のところ、僕こんなこと言っていいのか分かんないけど期待してる選手ではあるんですけどもね。長岡に関しては、まあ、バッティングがすごくて、チャンスあるのかな、ただ守るとこがどこなのかなっていうとこもあったし、なんでやっぱりその今活躍っていうのは、まあ、頭に全く描けてなかったなっていうふうに思います。で、内山に関してはこれはちょっと、面白い選手で、うちのレギュラーは取るんじゃないかなっていう、入ってきた時にバッティングもいいし、送球も良かったんで、はい、これレギュラー取るんじゃないかなっていうふうには思ってましたけども、まあ、これからまあね、キャッチャーの熾烈な、まあ、競争のポジションなんで、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに。ドラフトで取った選手なんかもこれから期待したいと思ってます。はい、野球するには非常にいい環境で、まあ風もね結構穏やか、他の、とこに比べたら、キャンプ地に比べたら穏やかで、で食べ物も美味しいし、でまたサイトの、人柄っていうか、お人柄がすごくいい。まあ、子どもたちももう朝でも挨拶をしっかり、しますし、まあ、こちらがちょっと挨拶しなきゃいけないなというぐらい挨拶してくるんで、本当にすごくいい環境で、まあ、キャンプが本当できるなと、いい環境で、まあ、そのフェニックスができるなっていうような、はい、非常にいい場所ではあります。